アレクサンダー・エッケナーはドイツの画家、版画家である。シュレスビヒホルシュタイン州のフレンスブルクに生まれた。父親は、葉巻会社の経営者で、兄に飛行船、グラーフ・チェッペリン号による世界一周飛行の船長などを務めた、フーゴー・エッケナーがいて、フレンスブルクの聖家エナーハウスが残されている。地元の画家、ヤコブ・ネッペンに学んだ後、 1888年から1892年の間、ミュンヘン美術院で学んだ。卒業した後、故郷に戻り、故郷に近い南デンマークのイー・ヤンソン教区に作られたカンセラーコロニー・イカンスニやエンゲル、クヌーツや、ペーターン、シュトルテンベルクといった人々が参加していた。1899年に29歳になった時、シュトルテンルトに移り、 シュトットガルト州立美術院の有力な版画家、画家のカルクロイトの弟子となり、版画の技術を学び、1908年から州立美術院で教え始め、1912年に準教授、1925年に教授となり、1928年まで美術院で版画の技術を教えた。退職後も1936年まで教師を続けた。ありがとうございます。